埼玉県朝霞市の少女を誘拐し、2年余り連れ回したとして男が逮捕された事件で、少女が家族宛てのメモや手紙を書かされた際に、失踪のマニュアル本を見せられたなどと話していることが分かりました。この事件をめぐっては、2年前、行方不明になった少女から家族に宛てて、探さないでくださいなどと書かれたメモや手紙が自宅に送られるなどしていました。少女は警察に対し、このメモや手紙は寺内香武容疑者に書かされたと話していましたが、その際に失踪のマニュアル本を見せられたなどと話していることが、その後の警察への取材で分かりました。警察は寺内容疑者が少女の家出を偽装するため、マニュアル本を参考にしていた可能性があるとみて調べています。一方、寺内容疑者は少女のフルネームを知った経緯について、少女の自宅の玄関付近にあった傘に名前が書かれていたと供述しているということです。警察は自宅や名前を確認するなど、周到に準備した上で少女を連れ去ったとみて調べています。